わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。ゼフォン使っていきましょう。ちょっと左足が長い以外はマジでイラスト神だと思います。ダメを魔法陣アンチ原則ダッシュ超ダメをじゃないのがちょっともったいないね。で超アンチウィンドウ弱キラー M SS ターンアクセル、あ超アクセルね。で SS が自強化倍率は低いんだけれども貫通変化して減速率緩和のストライクショットでございます。で超絶乱気弾と高スピアップ、案外ね多分高難易度向けのキャラクターだね。あの友情コンボとかで楽してクリアしようとかそういうキャラじゃなくて、多分豪絶とか霊絶はハマんないと思うけど、あとこれ天魔近畿とかっていうね高難易度向けのキャラクターだと思うんで悪くないと思います。というわけで近畿28やっていきましょう。前はねここ使えたんだけど、言うてダメージオール持ってなかったから、なんか無理くり攻略で1体編成してあげるとちょっといいよね程度だったんですけど、今回完全にギミックも対応してるんでしっかり戦っていこうと思います。で相方はあの強すぎないキャラにした。まずセンデレラね。センデレラは出てきたばっかだからまあまあまあ強いんだけど、この子の、ハイプラズマと相性がいいんで今回使ってきました。であとは昔の最強ブレイク、そう昔最強だった、今使用率ランキング見たらね20位だった。落ちたもんだね。落ちた古豪ってやつだ。というわけでやっていきましょう。いいスピードいいスピード。で、そう、ゼフォンなんですけど、今回追加されたのが、魔法陣とダメオかな？で、弱キライムも追加されて、で、超 SS ターンアクセル持ってるから、12ターンの SS とはなかなか相性がいいんじゃないかいって感じ。これはどうしようかな。そうだね。ブレイクは別に活躍しなくていいんで、ブレイクでパネル変えて、いや、倒しちゃったかもしれん。おー、ナイス。いい削りだ。このギリギリ削りきれませんでした。でも、ゼフォンなら削りきれる。そういうの見せてくれようとしてる気持ちが俺は嬉しいぜ。弱キラー M。楽勝だね。これが弱キラーです。ただ今回ね、過激も結構持ってるんで、攻撃力4万になってます。4万の弱キラー M だから8万だね。8万で殴りゃそれは消し飛ぶよ。あ、ブレイクの方が高かったわ。ブレイク高いんだ、スペーです。そしたら、ここも、うまい具合に踏みたいな。できれば真ん中通してあげて、パネル、あー、潰しちゃったか。まあ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 、いいでしょう。よし。反射でも中ボス削れるとこ見せていきましょう。まあ、弱キラー M だからね。言うて回数殴れば結構強いはず。いってらっしゃい。おい。右行っちゃったか。大丈夫、加速する。いやー、ずーっと右だ。もう一回、左。こいかねー。これじゃ微妙だよね。ごめん。そしたらパネル潰したいけど、これ無理だな。別にブレイキンは活躍しなくていいのよ。ブレイキンは活躍しなくていい。強いな。ブレイクの方が仕事してるな。まあ、古いけどね。古いけどブレイクはここで強いから。そしたらこれは薄くいけばいけるかな？薄くいって、また逆いったわ。加速して。爆発しろ。うわー、ダメだな。全然削れん。ちょっと待ってくれ。これだとね、この感じだと、あんまり強くないんじゃないかと思われそうで怖い。違うんだって。ゼフォンじゃ強いんだって。まあでも、こいつが悪いな。うん。そう。ここね、言うて貫通で削っていくとこだから、ここはちょっと力出しづらいかもしれない。今度こそ頼む。反射でも削れるとこ見せてやってくれ。もう、うお。あ、微妙。弱点キラーを生かしたいんだけどな。なかなかどうしてだね。なかなかどうしてゼフォンちゃん。もう突破しちゃおう。もうゼフォンは頑張った。ゼフォンは頑張ったけど、負けるのは話になら。頑張ろ。はい、ブレイク強い。てか、貫通が強い、ここは。さすが貫通。この次ぐらいで、そう、この次はビギラハマリだから、ここで多分見せれると思う。悪くないじゃんとこ。悪くないじゃんってとこ見せていこう。加速しない、ミスった。加速しなかったね。ちょっと待ってくれよ。
おー、ナイスランキーだ、ありがとう。さあ、HP、あー、離れるかな、これ。なんか、ちょっとビーラーの下こすりそうだけど、まあ、チャレンジはしてみよう。あ、3P か。3P もいけそうじゃない？おう、うお。いってらっしゃい。上すっぽ抜けた。それは想定外。そしたら、ワーナスイックブレイキンで、いや、パネル潰しちゃうな。でも潰したら潰したでいいか。そうだね。超スピードでいい感じになるでしょ、これで。よっ。え、強っ。しっかり削ったわ。超スピードゼフォン。ほーらねー、これこれこれー、ありがとうございます。そう、こういうの見せたかったんよ。今の削りはなかなかどうして大したもんじゃないでしょうか。ありがとうございます。私勝手に満足しました。こっちから行っての、あれ全然入んねえ。あれ、シンデレラもうちょっと入ると思ったんだけどな。シンデレラさん、あれか、あ、そっかそっか、壁に触れた瞬間スピードが、ね、加速したのか。納得しました、勝手に。じゃあ SS は使いたくないのよ。 SS はできれば2段階目をボスで使いたい。ね、一応先に説明すると倍率がね 1.35 倍だったかな。2段階目低いのよ。低いんだけど減速率緩和で回数だね。そう、回数で殴っていくスタイル。次のゼフォンでいいかな。次ゼフォンで、あれブレイクって、あー、減速がビタ止まりだっけ、ここちょっと覚えてね。まあ、超スピードで。あー、潰したか、1個。まあまあいいや。ここでシンデレラの友情を引っ張りながら、ハイプラズマ祭り。いや、祭れね。祭れない。ちょっと待って、ぐだってる。こんなとこでぐだる、ゼフォンちゃんじゃないんだよ、本当は。いった。友情コンボ、光のフォーミング、いったよ。ナイス。オッケー、2段階目溜まったんで、こっからゼフォンまたいいとこ見せていきましょう。まあね、28、近畿28でも反射も強いからな。今私ね、28貫通の方が優遇だからなって言いそうになったんですけど、そんなことないんだよね。ちゃんと強い、反射も。いや、これ上だべ。これは、こっちか。こっちだな。スピード型活かしてこう。左で減速するけど、大丈夫。ゼフォンなら、ほーらね、しっかり殴ってくれるんだ。ありがとう。そうだね。悪くない。ただまあね、弱キラーだから、結局弱点ないときは弱いんだよね。当たり前だけど。でも弱点ってさ、特殊なクリスタルがほぼほぼあるじゃん。結果活躍はしてくれると私は信じております。うわー、削んだ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 。よし。まあちょっと削っちゃったけど、そかしゃあなし。じゃあ、ここでパネル揃えをしていきたいところなんだが、次シンデレラでしょ？シンデレラさんが触りやすいところは？上。ゼフォンは減速は？あ、いいね。よし。で、シンデレラがうまく止まってくれるかどうかだよな。まあまあ、でも一個ぐらいはしょうがないか。ごめん、一個ちょっとパネルミスるけど、許してくれ。さあ、二段階目ストライクショット、打っていきましょう。多分ね、このぐらいだったら削り切れるんじゃないかと私は想像しております。予想しております。期待しましょう。ゼフォンちゃん、いってらっしゃい。二段階目を舐めるなよ。うおうお。いけ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 、いいね。入ってる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 よ。で、減速してきて威力が上がってきて、ザクシュ、オッケーやっぱ強えよ。減速率緩和ってさ、単純強いよね。だ、ここにバブリーモードとかバブリーギフトとか当てあげてあげれば、もっともっと強いんだよね。だ、そういうキャラがね、このクエストの敵戦いないんよ。だ、しゃーなし。よいしょ。あ、ミスった。無理か。いける。ブレーキならいける。いけなかったー。わらしーさんだ。見ますー。そしたら、
そうだね。ここに関してはでもゼフォンの SS は生きないから、まあまあ、放っておこう。放っておこう、放っておこう。はい、スピード型、やりやすい。オッケー。オッケー。お、下もなんかいい感じに削ってる。ハイプラズマやっぱ相性いいな。移動距離かける、移動距離かける威力と言っても過言ではないぐらいにハイプラズマ相性いいです。さあ、ここなんてもう横射器で終わんじゃねえ。はい、はい。で、加速して、加速して、オッケー。さあ、ここはね、ブレイキンの SS がいきます。ブレイキンの SS で、ゼフォンちゃんを吹っ飛ばして、より高みへ、プルスウルトラする感じです。さらに向こうへ行こうぜ。下へ止まれ、下へ止まれ、下へ止まったら100点満点。35点。うわ、鬼減速。まあいいや。多分この向きで、二人とも飛ぶんじゃねえか？いってらっしゃい！弾けてうなれ！反射タイプよ。ミスったごめん。これね、場所が持っておければ綺麗にはまったな。ごめん。ただ結果的にいいとこには来れたぜ。はまっていく。いやー、さほどだな。じゃ、ここはシンデレラにお願いしよう。シンデレラも逆パターンだからね。反射になります。お、やるね、シンデレラ。さすが新獣進化だね。OK、突破でございます。じゃあラスギやっていきましょう。そして SS ターン超アクセルのおかげで、もうね、溜まってるのよ。3P が。ありがてえ。ありがてえこと、この上ね。そしたらね、ただここはそう、貫通の方がやりやすいんだけども、いや、ちょっと削りでいいか。ここちょい削りでいいや。あわよくば処理してくれたら嬉しいけど、多分それは無理。加速してるもん。あ、加速した。加速した。いいね、時間差加速、鏡。いや、初手でここの雑魚処理は嬉しいわ。あ、大事なこと言ってなかった。今回の動画、私、この近畿28やってはおりますが、やってはおりますがね、ぶっちゃけ言ってしまえば、ワンパンでいいです。そう、どうせコメントで言われますから。ここワンパンでよくねって。そうなんだよね。ワンパンでいいことは私も知ってるのよ。ただ使いたくなるのもまあまあまあ、下がってもいいよ。よし、じゃあ2段階目いこうか。あー、ちょっと1個パネル見せちゃったけど。とりあえず、これ踏んで、違うな。弱効果先踏んでっか。こっちくるっと回って、戻ってきて、踏んで踏んで、OK。いってらっしゃい !2 段階目でございます。ゼフォーン。まだまだ動く、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 がしかしだ。左側のパネルを生かしきれてない。ごめん、俺のミスだ。左パネル生きてればな、多分、もっと全然入ったと思う。すまねえって感じ。横シャキシャキ。あ、弱きすぎた。弱きすぎたね。あ、こっちも2段階目溜まるか。こっちも2段階目溜まるならもう一巡待つか。次ブレイキンでしょ。ワナスイコブレイキンタイム。あ、いや、持たないか、敵が。こっちもきついな。こっちもきつくなってまいりましたよ。普通に倒しちゃうわ。普通に倒しちゃうか。俺は即死で負けるかもしれん。やばい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 。待って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 。倒しに行くか。反射でも仕事はできる。オーケー。ちょっとラスゲー微妙だったね。ご視聴ありがとうございました。まあ普通に攻略するとやっぱここまだむずいね。じゃ、バイバイ。ありがとうございました。